ゆかさんがちょっと配信してたから入っちゃいました。今日も可愛い、ありがとうね。トムくん大好き。それ私の配信じゃなくなっちゃうじゃないですか。それフライングしがち。そうなんだよね、いつもフライングしすぎなんだよね私が。多分わかる、めっちゃわかる。でもなんかなんだろう、いつも思うのはなんだろう、私本当にさ、なんだろう、ショールームしてると時間があっという間でさ、本当になんだろう、ショールームの時間楽しすぎて、なんて言えばいいんだろうね、そうフライングしちゃうから。でもフライングしすぎるとまたダメだから。ハートありがとうね、だるまもありがとうね、ありがとう。そう、お仕事の方もいるから30分フライングとかはちょっと厳しいかなって思って。こんばんは。そう、昨日フライングしすぎて、昨日だっけ、昨日か、昨日はちょっと諸事情があったからフライングせざるを得なかったんですけれども、あーハートありがとうね、だるまさんもありがとう、初見です、ありがとうね。そう、いっぱいお話できるし、なんかこうゆったり配信してるとあっという間にさ1時間経っちゃうから。フライング配信じゃない、ヒロカッピの配信なんてらしくない。もう私の配信はもう毎日フライングあると思ってください。今日もヒーター音がします。そうなの、ちょっと寒い。新潟はなんだろう、外の方がまだあったかいって感じかな。いや、わかんない、私のお家が寒すぎるのかも。そう、そうなんです、そう思ってます、ありがとうね。そう、あーだるまありがとう、ハートも。そうフライングしかしないんだけど、ペンライトもありがとう。そう。私のお家だけ寒いのかな、なんだろう。あー、いっぱい人、流れ星とか。そう、それわからない。今日私メールにお花を載せたんですけど、さつきかつつじかわかんなくて、誰かわかる方いたら教えてね。そう、確かに私のお部屋窓がちょっと遠くて、その日差しとかも入らないとかあるのかな。そう、今日もゆったり配信できたらなって思います。こんばんは。そう、今フォロワーさんを1600人目指してるので、ぜひ応援よろしくお願いします。右上のハートマークを、右上のハートマークをピンクにしてください。よろしくお願いします。今の時期だとツツジなんだね。あと26人、あっという間だね本当に。そう、4日6日の前座頑張ってね、頑張ります。明日もね前座あると思うんだけど、私明日前座じゃないのでですね、ぜひよろしくお願いします。そう、タンポポもね、もう綿毛に変わってた。右上もはもうピンクハート、ほんと嬉しいです。なんだろう、ちょっと待って、あら残念。そう、そうなんですよ、タンポポが、ありがとね。こんばんは。わあ、バラありがとう、ハート。ルカちゃんが前座の時に行きます、ありがとね。私のおすすめは4日なので、つくしはもうなんか生え終わってたって感じかも。結構もうちょっと前に生えてたの見た気がする。わあ、だるまもハートもありがとね。そうそうだ、お名前で思い出した。あのさ、そう、私スタコレ開いたらスイズさんのお誕生日おめでとうパックが届いててですね、そう、それでスイズさんのパックを引かせていただいたんだけれども、レアが出ました。嬉しかった、可愛かった、あのスイズさんドレスめっちゃ可愛かった、やっぱ
めっちゃ良かった。だるまありがとうね。ねえ、すごいよね、水津さんの完売しててめっちゃ嬉しかったです。そしてメリーちゃんのお誕生日パックの5分の3の写真が私が撮った写真です。そう、メリーちゃんのパックのさ、なんかちょっと上からのめっちゃ可愛いやつ、あれ全部私が撮って差し支えました。なんて言えばいいんだ、撮っていただかせていただきました。撮らせていただきました。そう、私が撮らせていただいたんですよ。そう、すいすいさん大好き、可愛いから撮影料いただかそう、もうほぼメリーちゃんの専属カメラマンみたいになってんだよね最近。そうそうなんですよ、売り上げに貢献した。そうかもしれない。そう、あのバックダンサーのお写真っていうの、バックダンサーの服を着て、ピンクのさ、なんスカートのやつ、バックダンサーの服の座ってるチョコンっていうやつがあるんだけど、あれはもうなんだろう、私がこういう座り方いいんじゃないって、あ、それは違う、ごめん嘘、全然違う、ごめん嘘。そう、メリーちゃんが座って写真撮ってって言われたから、そう、あ、いいね、もうちょっとこう髪持ってみようかみたいな。そう、そんな感じ。あと、あのメリーちゃんがしゃがんでる前座の時のパーカーのやつは、あれ手をここら辺にした方がもっと可愛いって言って撮らせていただきました。そう、あ、誰もありがとうね。そうなんです、私が撮らせていただきました。そう、カメラマンに徹しちゃったね。そうなんですね。あと、なんだろう、皆さん夜ご飯食べました？私はこれからですね、なんか食べたいものが見つからなくって、何食べようかなと思って、あ、今メール見た、そうメールで、そうなんです、今食べてる、本当？そう、食べたんだね、たけのこの炊き込みご飯、美味しそう。そう、ご飯が余ってるからオムライスかな、無難にって感じです。え、そう、今日の葵ちゃんのさ配信を見てたんですけれども、今日なんかいっぱいショールームの日だったんだけど、そう、たけのこの時期だね。今日葵ちゃんの配信にハムスターちゃんが登場してて、そう、今日は順番的に私です。前回の顔認証の時、隣のゆあちゃんだったか、月ひろかちゃん、本当嬉しいです。すごい、なんかめっちゃかっこいいこと書いてある、ベーコンと小松菜のアーリオオーリオだった、めっちゃかっこいいな、なんだそれ、初めて、なんかような食べ物。私オムライス。あー、いっぱいハートありがとうね。ベーコンと小松菜のアーリオオーリオなの、私が食べるのはオムライス。そう、私が今晩いただくのはオムライスです。なんだろう、なんていうの、なんかケチャップライスの卵巻きみたいな。なんて言えばいいんだろう、なんだろう、そんなさかっこいい食べ物を食べないからさ、かっこいい食べ物をさ、なんだろう、こう食べれるのってめっちゃかっこいいなって思います。ありがとう、こんばんは、それ美味しい、本当、うんうんうん、オムライスはケチャップ派、デミ派、日による、でも今日はケチャップの気分。そう、ビーフシチューお母さんが作ったら、その次の日のご飯は絶対オムライスにビーフシチューをかけるっていう、めっちゃ美味しい
あるんです。そう、まあいっぱいおすすめのお店が。ケチャップで文字書いちゃう。卵を私しっかり中まで火通さないとダメだから、ちょっと可愛くないんだよね、その黄色。皆さんが想像する黄色じゃなくて、私はもうきつね色みたいになってるオムライスっていうか卵だから、全然可愛くない。全然可愛くないんですよ。なんかあれは黄色だからこそ赤が映えるっていう感じなんだけれども、私はもうこうギザギザタイプ。え、そうそうそう、あのなんて言えばいいんだ、そう、よく焼きしないと。私確かに半熟も好きだけど、半熟よりはカチカチが好きかな。茶色いオムライスチャットカメールに乗せて、そうしよっかな。タンポポオムライス、そうそう、タンポポみたいな、お好み焼きぐらい、そうお好み焼きぐらいの色です。なんか今日背中が痛いので枕を今。アーリオオーリオはペペロンチーノの正式名称。そうだったんだ。ペペロンチーノでも美味しいよね。わかる、わかります、わかります。なんだろう、あのペペロンチーノに赤いやつが入ってるか入ってないかで変わるよね。私は入ってないのが、なんだろう、辛くないっていうのはわかるけど、入ってた方がなんだろう、彩りがあっていいなって思います。あとなんだろう、たらこスパゲッティの上に刻み海苔をかけるかかけないか、だいたいかけるかもだけど、私はかけない派ですね。今県民賞でバスセンターのカレー美味しいよね、わかる。でも私なんかカレーじゃない時に一回行ったことがあって、そば普通に食べました。そう、入ってない方が好き。そう、たらこスパゲッティに刻み海苔を入れるか入れないか。テロップにしよう、これ。海苔はかけない？そう、元はね蕎麦屋さんだけれども、そう、どうなんだろう、私どうなんだろうね、蕎麦屋だから。そうだよね。ちゃんと中まで火が通ってるものの方が好きかな。カキフライとかも好き。カキフライ全然関係ないかな。カキフライ好きです。私はバスセンターでそば食べてお揃い界隈にするぞ、してね。そう、でもカレーも食べるけれど、そばが普通に美味しかった。チャーハン好きだし、カキフライ。ステーキの焼き加減はなんか中が赤いと嫌かも。しっかりこう中まで火が通っててほしいと思います、私はね。でもお肉はだいたいね、ソースつければ美味しいから。生卵も苦手。うん、あ、そう、すき焼きはあのみんな本当にえってなっちゃうかもだけど、あの引かないでほしいんですけれども、あの私すき焼き食べるときに卵じゃなくてポン酢で食べるんです。しゃぶしゃぶみたいに食べるの。そう、すき焼き自体もあんまりさ、あのお肉とあとなんだっけな、ネギとかいっぱい食べるんだけど、そうポン酢で食べます。そう、すき焼きはその卵で食べるのがなんか分からなくて、わからない、ポン酢で食べる方がわかんないよね。そうだよね。さあ、新しい食べ方でも美味しいから、うん、酸っぱくて美味しい。今朝卵かけご飯、卵かけご飯は火を通してチャーハンにしちゃえって考えたかも今。
チャットにいつも卵かけご飯乗せてるんですか、ゆめさん。すき焼きのタレは甘辛い、甘いかな。私のお家はポン酢万能、本当に。こんばんは。卵は使わない派なんだね。ポン酢やってみてください。牛丼はもう何も入れません。でもつゆだくにしてほしくないかな、私は。そう、それならしゃぶしゃぶでよく確かに。いや、私だけポン酢です。お母さんはなんか卵の良さをわからないんだなって言ってますそう、ポン酢で食べる人なかなか多分いないと思いますって、思いますとは言われてないけど、思うよって言われます。牛丼はつゆだくかつゆだくじゃないか考えよう。甘いのが苦手、全然。でも確かに甘いのはあれなのかな。そう、多分卵にただ熱が入ってないからっていう理由で好きじゃないんだと思う。全然食べるけど。おろしポン酢、大根おろし、あ、牛丼はつゆ抜き、確かに。そう、もう本当に平均的なのが好きだね、牛丼は。なんだろう、ベーシックな、何もないそのまんまで来るやつが一番好きです。そうだね、本当にベーシックな牛丼が好きです。ベーシックな牛丼が好きです。どうかな、反映されたのかな。あ、ね、チーズ牛丼も美味しいって言いますよね。誰だったかが好きだよ誰だったかが良さを語ってました、ずっと。牛丼はどこのお店のものが好き。私は、でもよくわかんない、どこがどことか。でも松がつくところも食べたことあるし、かといって好きがつくとこも食べたことあるしあと何があったっけ、よしがつくとこも食べましたし、もうどこが好きなのかわからない。卵の殻をきれいに取らないとダメです。あのあれでしょ、あ、でもそこまでは、あの白いやつ取らないととはならないかも。私はそこまでじゃないです。隠れてるのか隠れてないのか中がつくところも多分あると思う。新潟駅によしがつく牛丼屋さん入ったんだね。そうなんだね。そう、あのなんだろう、あんまり考えたことなかった。俺はカピがつくメンバーが好き、本当に私じゃん分かんない、分かんないよね。カピが入るメンバーがいるかもだよね、他にも。そんな感じかな、牛丼と。あとなんだろう、人によって分かれるやつ。テイクアウトもあるのか、そっか、テイクアウトもありますね。いいね、テイクアウト。こんばんは。ああ、誰もありがとう。あとなんだろうね、人に。ハンバーガーはもうだってあるじゃないですか、マがつくとこと、もと、ま、も、ろ、ロッテリアってさ、あのセイローのところしかないんだよね。なんだなんだ、目玉焼きかけるの、目玉焼きにかけるのは醤油、醤油です。セロだけだよね。あ、ロッテリアって言っちゃった、ごめんね、ごめんね。そう、
あのマックは本当にどこにでもあるから、なんだろう、好きです。私はマックが美味しいね。お仕事もしてるもんね。前よりももが気になった。もはモスという名前がつくところなんですけれども、なんか無難にマカも。アップルパイが好きです。ドーナツはミだね。ミしか食べたことないぐらいかも。ゼッテリア、へえ。佐渡にねマックないって言うよね、この人が。なんだっけ、わかんないわかんない、全然わかんないわ、ごめんね。ケンタッキーも好き。あのなんかタコスみたいなのが好き。ペッパーマヨタコスみたいな、めっちゃあれ美味しいんです。すぐなくなってしまうんだけれども。あ、そう、スイズさんが言ってたさ、バンダイのドーナツ屋さんに行きたいなって思いました。あのずらーって並んでて美味しそうだなって。あとなんだろうね、あそこのドーナツめっちゃおすすめ。本当？食べたい。ドーナツも私さ、クロッフルっていうあのお菓子おやつが好きなんですよ。クロッフルってクロワッサンの生地をワッフルメーカーで焼くっていう。わー、ありがとうね、たくさん。お疲れ様です、ありがとう。だるまも流れ星もうまっ。めっちゃ美味しいの。え、そうなんです、あのクロワッサンの生地をワッフルメーカーで焼くっていう。あれ本当に美味しいよね、わかる。あれめっちゃ美味しい。クロッフル本当に美味しいんです。なんかなんて言えばいいんだろうね、なんだろう、なんか言葉にできないな。求めてたものをさ、こう全て与えてくれたような。なんか私はいちごとかベリー系とアイス、バニラアイスが乗ってるのを食べたことあるんだけど、もう美味しい。でもほんのちょっぴり高いんだよね。クロワッサンもワッフルも好き、わかる。本当ありがとうね。ご飯食べたのにお腹が空いてきた。あ、私も本当に早くオムライスが食べたい所存でございますが、アイスのせがね、なんだろう、ジューシーになるっていうかさ、なんかめっちゃジュース飲みたくなってきた今。食レポの練習、確かに私もうなんかなんかすっごく美味しくって、なんだろう、ここがサクサクで、なんだろう、なんか本当に美味しいです。で終わるから絶対に、そう、絶対これは皆さん食べた方がいいです、絶対に。はい、とっても美味しいです。本当にこれになっちゃうから、なんだろう、そう、なんかとかなんだろうしか本当に言わないから。そう、フランボワーズさんにも行きたいんだ私は。食レポダメだな、ダメじゃない、ダメじゃないように私は頑張ります。グタチできない人すぎて、そう、なんだろうね、こう食べてさ、うん、で二口目すぐ行っちゃうか、あ、すっごい、なんだろう、なんですかね、これ初めて食べた味なんですけど、でもどこかで食べたことのあるような味で、なんだろう、なんか本当に美味しくって。すごい、カイリさんのコメントがいっぱいある。カイリさんは食レポができるんですね。キムチは食べれます、好きだよ、定期的に食べ、あえて一瞬間を置く、メモっときますね。
今日行ってきました、フランボワーズさん。マスターに明日の公演行きますと話して、明日楽しんでください。村長さんがストーリーにピノ、大声さんが私と一緒じゃないですか、大好き、あのピノ。食べなくても食レポできるって、なんかでも気持ちはわかるかも。なんだろう、じゃあお水できる方の砂糖とできない方の砂糖ねえ、私ができない方の砂糖です。ランボワーズさんはマスターも NGT のことよく知ってるからねえ。今日コーヒーフロート食べた、あー美味しそう。コーヒーフロートのさ、上のアイスはこっち系、なんて言えばいいんだ、バニラ系かチョコ系か。私は絶対バニラだけど、てかバニラ以外見たことないけど、一回チョコ見たことあるんだよね、コーヒーフロート。わあありがとう。そうチョコあるんです。できなくても可愛い、ありがとうね。わあだるまありがとう。わあ嬉しい、だるまたくさんありがとうね。そうなんです、こんばんは。昭和の日にレトロな喫茶店でコーヒーフロート飲んで、いいね。あれさやさんが言っててめっちゃ良かった、プリンみたいな。こういうさ、こういう型のプリンってなかなかないじゃん。コーヒー飲めない、私もです。なんかコーヒーってさ、でもなんだろう、飲めるようにするには砂糖をたくさん入れるっていうよりミルクをたくさん入れた方がいいってお母さんが言ってました。ソロンドンさん、聖地巡礼したい、絶対にするんだ私は。誰もありがとうね。まあハートもありがとう、嬉しい。あとなんだろうね、ベーシックな牛丼が好きです。なんだろう、マルドリアップさんにも出たいね。そう、どの衣装を着させていただけるかで変わるよね。そうマッシーさんの時桜衣装でめっちゃ可愛かった。そうサホちゃんがしっかりとマッシーさん可愛かった今日って伝えてくれて、そう、コーヒーブラックでしか飲まない、未知の領域だ。なんかブラックってどんな感じなんだろう。あーだるまありがとうね。そう考えたことがなかった。着てみたい衣装、なんだろうな、やっぱ渡り鳥の水色の衣装も着てみたいし、暗闇求むの衣装も着たいなってずっと思ってて、や着させていただいたんだけど、コンサートで。マッシーさん本当に顔ちっちゃいよね。なんだろう、顔ちっちゃくて細くて、で顔が小さいのに首もしっかり長くて、そう、コーヒーブラックだと大人になった気分なんだね。桜衣装は着ました。でもネクタイタイプだったの、私が着させていただいた衣装だから、今度はリボンタイプも着てみたい。あ高級衣装、赤と白の高級衣装も着てみたいし、なんだろう、リバイバルって感じでいい。あとなんだろうね、衣装、ネクタイ似合ってた、本当嬉しい。そうあれはスイズさんの、そう日向さんの卒業公演でパーティー衣装と桜衣装初めて着させていただいたんだけど、その2つの衣装どっちもスイズさんがの衣装だった。どの先輩の衣装、私はでも西方さんの衣装も、身の森の衣装も西方さんのだし、あとパーティーと、パーティーはスイズさん、スイズさんは誰だったの、元が誰かなんだよね、スイズさん。あアンジュさんかも、佐藤アンジュさんかな。そうあ、そう桜衣装も確か
アンジュさんで、あ、同じ佐藤だ、嬉しいなって思ってた記憶がある。で、暗闇求むは誰だったかな。でも、あの赤制服、思い出いっぱい公演の最初にの服って言えばいいかな、あれは萌香さん、高倉萌香さんの衣装で、そう、新潟といえば佐藤なんですよ。佐藤が日本一位であり、新潟一位の名字であり、暗闇もトムかわいい。かとみなさんはあの、もともともしかしたら着る予定だった衣装があったんだけど、まだ着てないんですね。そう、フィッティングした時にかとみなさんだと思ったんだけど、結局いろいろと変更があって着れなくなってしまって、そう、西形さんと一緒でそう、しっかり、あと、あ、そうだ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 、待って、バックダンサーの衣装はマッシーさんの衣装だったんで、だけど、そう、マッシーさんの衣装だって喜んでたら、サホちゃんが隣で、ここら辺にも、ほんとここにマッシーさんのだってそう、サヤさんじゃなかった、サヤさんはメリーちゃんかな、メリーちゃんがサヤさんので、しかもあのバックダンサーの位置も、そう、メリーちゃんがサヤさんの位置で、私はあおちゃんさん、あおいさんの場所ででして、そうで、そう、あつでも本当にサホちゃんはマッシーさんのこと好き。靴が、靴にサホちゃんの靴が確かマシモって書いてあった気がしたんだけど、それでマッシーさんだみたいななってて、本当に喜んでた記憶あります。本当に好きだって。で、私はサヤさんの靴を履くメリーちゃんとかサホちゃんにちょっと嫉妬心をって思ったりそう、そう、誰だったっけな、葵ちゃんかな、葵ちゃんがパーティー衣装対馬って書いてあって、羨ましいってなりましたそう、みんなじらってるから本当に。で、あとじゅっちゃんさ、やっぱ細いしさ、背低くて可愛いから、あの必ず中居さんの衣装で、メリーちゃんが中居さん羨ましいって言ってました。靴のサイズ合わないと靴飛ばして、そう、じゅっちゃんもね、あの靴のサイズがもう既存のものしかなくって、じゅっちゃんでもそれ以上に確かちっちゃくって、しょうがなくブカブカになっちゃったっていうことがあったね、確か。え、期待衣装本当に、なんだろう、いっぱいありすぎてさ、待って、たくさん衣装あげて ください。でも全部着たいんだよな、正直言うとね。で、春床の衣装がやっぱ一番着たいかな。牛丼好き好き系アイドル全然そんなんじゃないんだけど、あのベーシックな牛丼が一番好きでですね、冷蔵庫もあの短い靴下が履きたい、あのここにサングラスをつけたいそう、冷蔵庫ここにサングラスをつけたいんです私。そうだ、世界の人への衣装でもあれってさ、なんかサホちゃんめっちゃ似合うだろうなってずっと思ってて、アンナとサホちゃん絶対似合うだろうなって、テロップで牛丼でありがとうね。そう、ハートサングラスあるのかな。で、あの別の衣装もすごい着たいし、あとなんだろう、ラスベガス、うん、着たい。あれやっぱ
白のさ真ん中のワンピース、あれあれ見てカイリさんめっちゃスタイルいいんだなって正直思いました。青春時計の衣装もね着たいです。着たいよ青春時計の衣装。今の思い出いっぱいなアンコール明け、わかる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 。でもあれ一回僕の太陽を日向さんの卒業コンサートで歌わせていただいた時に着させていただいて、みんなもう爆盛り上がり、こんな可愛い衣装みたいな。そう、新時衣装ね、いいよね、わかるわかる。そう今日負けあれで歌いたいな、左の腕で吊るす。あれ私絶対にスカート当てられるかもだけど、あのズボンの方がよくって、思い出公園の泣きべそだと泣きべそ。あでもスイズさんのあの紫に銀色のスカートめっちゃ可愛いなと思ってる。そう、ちょっと離れてたけどテロップがなんでベーシックな牛丼。そうあの皆さんとつゆだくが好きかとか、あとチーズ牛丼とかおろしポン酢とかそういう話をしてたんだけど、私は一周回ってベーシックなのが好きだなーってそう渡り鳥も行きたい、空き缶もね着たい。空き缶もさ上の服ちょっとずつ違うじゃん確か。そうまだ高校生なのでね、お腹はそうなんだけれども、そうすずさん専用のスカートあー流れ星ありがとう。俺もベーシックしか食べない。そうだよね、牛丼チーズも美味しいかもなんだけど、そのチーズがチーズだけで固まっちゃうじゃないですか。そうだから私はなんだろう、結局一周回ってベーシックな牛丼を食べようって食べてます空き缶私さ本当にあのなんだっけな、命をかけろの時にあの本当にさ本当にごめんなんだけど、全然下手で蹴るのがなんかなんで首がこうこうなっちゃうのとか本当にみんなに改良されてやっとちょっとまだダサくない蹴りをできるんだけど、空き缶とか本当にどうしようって、あの蹴り上げたままこう天井見上げることにならないかなって、そう見下しすぎて逆に上を見上げるみたいなね、ハンコックみたいなワンピースの埃の丘の衣装いいよね、空き缶激しいからね。そう空き缶はでもどんなのでもいいな。バスセンターのカレー好きです。ああ流れ星ありがとうね。あとなんだろうね、そうでも一回そばを食べてそこからそばの良さにも気づいてます。いやそばはずっと好きなんだけど、空き缶みんなね転ばないで、私だったら絶対。そうマッシーさんのタンクトップ本当にいいよね、わかる。だってみんなで言ってるもん、マッシーさんしか似合わないよねって。そう私たちが来たらちょっとなんだろう、お仕事頑張ってますって感じになっちゃうけどみたいな。いろんな衣装のヒロカップ楽しみ、嬉しいです、楽しみにしててください。マッシーはタンクトップしか勝たん、わかるわかるそうでもあの嫌いなのかもしれないのさ制服、あれめっちゃ着たいです。お仕事頑張ってます、なんて言えばいいんだろうね、なんだろう体育会系みたいになっちゃうけど、マッシーさんが着るとさしっかりかっこよくなるから、うーん、そうアチャゴナの衣装も着たい。あのリリカさんとかさルアさんとかユーナさんが着てる、あのなんだっけ、どこパートで言えばいいんだ、
愛の意味も分からずにキスをしたコートの歌う方が着るスカート、ワンピースの広がり方が本当に好きで、あれが一番着たい衣装です私は。でもマッシーさんとかユーハさんが着てるあのなんて言えばいいんだ、あのめっちゃ豪華なひらひらひらってなってる衣装も着たいですそうなんだよ、あの衣装いい、めっちゃいい。あとそう、あの京負けの時に歌う衣装あるじゃないですか、京負けとかセカオとかの時に着るあれめっちゃ可愛いじゃん。であれのベレー帽をかぶりたい。そうそうそう、後での衣装も着たい。後では何色希望かな、赤コン、そうコンサート衣装、あ嬉しい、みんなたくさん、そうベレー帽をかぶりたい。でもあれもうマッシーさん専用っていうかさ、そう青かな、青かな、青っぽい、そうベレー帽といえばゆなこさん、わかるわかるわかる、ベレー帽かぶりたいなーって思ったりしてますそうちょうど髪の毛もさ、このまんまおろしで、ちょっと待ってね、片耳かけなのでですね、このままもうベレー帽かぶれちゃうかなってきっと似合う、ほんと。あと春どこのねベレー帽も、そう研究生ポジを頑張ります。今何かかぶってフード、こんな感じこんな感じかも。お団子ヘアはちょっと今度しますね、待ってて、嬉しい、ありがとね、かわいい、嬉しい、ありがとう。なんかかわいい、なんだろう、私丸顔だから、マジスカまゆゆさんじゃんなんだっけ、何してるっけ、ピンクのフードだよね、あれもかわいい、嬉しい、ありがとね、フォローしてくれてありがとうございます。ネズミ、あネズミだ、そうだそうだ、なんだなんだ、佐藤の名字が2人いるから交番表やお水のタグは帰りひろかと分けられた。あのね、佐藤は守られながら佐藤ひろ、佐藤海みたいになってた気がする。そうなんです、なんだろう、だから衣装とかも書いてあるのは佐藤ひろなの、だから木本とアンみたいな。あでもね、アンナ確か靴が確か木本妹になっててそうウィンクちょうだい、スポーツ選手みたい、本当、うちの会社もそんな感じ、本当ですか。そう佐藤ひろ、カッコじゃなくても佐藤ひろ、そうなんです、妹なんだよね確か。でもアンの時もあれば妹の時もあった、そうなんですよ。でもさ、やっぱカイリさんとかユーナさんとかあれじゃん、もともといらっしゃったから佐藤で残ってるものもあって、だから佐藤って書いてあったら私じゃなくてカイリさんなんだって最近思うようにしてる。だからなんだろう、佐藤って呼ばれても私も耳傾けるけど、大体耳傾けるっていうか、そう呼ばれたかなって思うんだけど、私じゃなくて大体カイリさんだからそうなんです。佐藤母はありますか、ないです。ピがいいな、そうピだったらわかる。でもピだとさ、リカさんと被るよね、そう毎回頭使う、アンジュさんもいらっしゃるし、反応しちゃうんですよね。なんだろう、
だるまありがとうね、嬉しいです。そう、名前がついた衣装が着れるといいなって。ひろかじゃない方の佐藤さん、そうなんです、私も佐藤だからね、佐藤っていう名字に誇りを持ってるので。だってさあ、なんだろう、佐藤って英語にしたらシュガー、充電が 20% なので、あ、おでこ近っ。そうなんだよ、充電。あ、ごめんねごめんね、ガッツンってやっちゃってごめんねごめんね、めっちゃごめん、ほんとごめん、ほんとごめんなさい、ごめんなさい、倒れそうだったから。天井さんこんにちはにならないように、ごめんね、ほんとごめん、ほんとにごめんなさい、ごめんね、ごめん、ほんとごめんね、ごめんしか言ってないし。セーフ。そうそうですね、かえりさんはまだ佐藤じゃなくてゆかさんに会いたかった、ほんと。天井さん素早かった、そう、最近動体視力が上がってますね。でもバドミントンやるとさ、動体視力めっちゃつくって言うけどさ、それはちょっと一理あるなって正直思って、私もバドミントンやってたから動体視力良かったなって、やってた時だけ。それは思いました。あとなんだろうな、今さすっぴん風メイクなんですけれども、あのコマにすっぴんの方が、なんだろう、すっぴんの方もいいって言われて、だからたまに薄めのメイクで皆さんの前に行こうかなと思って、どうかなーって、どうかなーって思いましてですね、4日の前座を、左利きはバドミントンやりがち、嬉しい、ありがとうね。そう、なんだろう、ありがとう、嬉しい、皆さんから可愛いが、そう、4日の前座ちょっと薄めにしてみようかななんて思ったり、ええやんええやん、ありがとうね、嬉しい、常に可愛いからし、嬉しいです、ありがとうございます。髪も伸びてきたし、4日にやられたら当日券全力処理。お願いします。今日もお疲れ様、ありがとうね。そう、薄メイクなんですよ、だから前髪も最近薄くしようかななんて思ったりしてます。あー、流れ星ありがとうね。そう、4日は個人的におすすめな日ですね、というか個人的にとってもいい、ありがとう。そうなんだよね、前座出るのがね、チケットの受付終わってからだったから、薄いブーム来てる。そう、正直昨日もすっぴんだったし、4日初めてヒロカッピ前座見に行きます、嬉しい、ありがとうね。そう、みんな匂わせてるって知ったから、私も匂わせちゃおうって、今までさ、あの匂わせてこなかったんだけど、もうこれから匂わせちゃっていいんだと思って、匂わせようって思いましてですね、嬉しい、流れ星。 DMM でもリアタイよろしくお願いします。あ、そうだ、匂わせはマッシーさんがね、ユーハさんもなんか蛇口とかだったんだっけ、蛇口とか、あとなんだっけ、なんかで匂わせてるって言ってたよね。キャプテンはほぼ答えみたいな匂わせ。そうだったんだね。メールで送ってくれた猫ちゃん加工の写真アプリ、あ、後で教えますね。確かビューティーカムの猫のやつ、待って、後で教える、後でチャットに、あ、でももうチャットにやばいやばい、もう時間がないわ。でも
明日頃にもう乗ってると信じてください。信じてて。嫌いの絵文字だ。そうだそうだ。そうでしたそうでした。嫌いなのかもしれない。てれててて。君が気になるんだ。そうだ。なんか。卒業までの残りの日々を聞いたさほちゃんがもう苦しそうな顔してたっていうのを覚えてます。わあ、バラありがとうね。ロカピ好きなのかもしれない。嬉しいです。嫌いじゃないよね。ありがとうね。嬉しい。ありがとう。あの歌詞はなくね、なんか明るい曲調だけどさ、なんか微妙に悲しい感じじゃん。切ない歌だから好きですね。学生って感じがしてめっちゃいい。だんだん目が眠くなってきたけれど、皆さん明日は公園に足をね、劇場にね。卒業ソングか。さやちゃんが卒業発表した後もうあの歌詞泣きそう。私本当にサーヤさんの卒業公演ずっと泣いてたんだからね。好きか嫌いかで言われたら超好き。嬉しい。ありがとうね。嬉しいです。こんばんは。実は爆裂曲であることを強調したい。そうなんだね。爆裂曲なんですね。俺も泣いてた。そうだよね。泣かないわけないよね。待って、最初から情熱の電源泣かないわけないじゃないですか。え、そう、この話でも本人にしていいよって言われたからするんだけど、隣に夢ゆなさんがいてめっちゃ笑われてた。ひろかっぴ泣いてる。そう、そのイントロでよかったよね。最初から泣いてるって言われてた。あと10分。そうだそうだそうだ、ありがとね。そう、笑われちゃいました、夢ゆなさんに。で、あおちゃんさん、あの古舘の方のあおちゃんさんがあのティッシュをくれて。そうなんです。でセカオでももう号泣してて、さやさんいつもセンターじゃないけど今回はセンターに来てくれて、来てくれてってか、そう、もう本当に私の好きな曲だったから、なんだろう、涙というか、そう、セカオが一番来るよね。なんだろうね、なんですかね。であとマシモさんがあの別ぐらいで泣いちゃった時もなんか同じ気持ちをさ感じてたから、なんだろう、本当に悲しくなったっていうか、あの別はなんだろう、あの別もね明るい曲だけど実は悲しい曲だったりするのかな。そうそうなんです。そう、微笑んでほしい、泣かないでほしいの時に後ろ向いてさ、幸せになってでの時が本当になんだろう、一番グッとくるっていうか、いまだに公演見ててもなんだろう、ここだけは絶対に見るっていうか、そう、ここだけは本当に集中してなんだろう、悲しくなっちゃうからさ。そうなんです。こんばんは。そう、10時にまたシンデレラ配信するから、このままもう男女読みをしちゃおうかななんて思います。あれはエモいだよね。わかる、わかります。エモいよね。いいシーンだよね。本当に一面青空のような、いいな。ゆかさんもね、いいよね。じゃあそろそろ男女読みしようかな。いきまーす。13位 KO さん、ありがとうございます。12位わたるっちさん、ありがとうございます。11位かつさん、ありがとうございます。10位かんちゃん、ありがとうございます。9位すずさん、ありがとうございます。8位とみのすけさん、ありがとうございます。
7位なおくんありがとうございます。ちょっと待って、ありがとうになっちゃった、ごめんね、ありがとうございます。6位たからさんありがとうございます。5位ビールバラさんありがとうございます。4位ヤマちゃんさん、ヤマちゃんありがとうございます。3位松尾さんありがとうございます。2位ゆうくんありがとうございます。そして1位はかわさんありがとうございます。ありがとうね、嬉しいです、ありがとうございます。あと7分もうちょっとだけお付き合いお願いします。そうなの、なんで、どうしたの、どうしたの、どうしたの、なんで、どうしたの、どうしたの、風邪、そっか。今度は久しぶりにベーシックな牛丼よろしくお願いします。ベーシックな牛丼が体調なんだね、そっかそっか。そっか、お大事に。大丈夫かな。実はこの配信見ながら牛丼食べてた。本当、そう、手洗いうがいまだまだ油断ならない時期だからですね。そうだね、ベーシックな牛丼食べて元気をチャージして、アルファチャージして。あれ美味しいんだから、本当に、なんかもうほぼ飲み物みたいな。そう、中身も気をつけて、ありがとうね。そう、私あんまり牛丼に関してはあのどこが好きとかが分かんなくて、でもすき家、そう、体調良くないとね、牛丼つらいよね。そう、お日様すき家のお肉が柔らかくて細かいで、吉野家か松屋がしっかりガツンとお肉みたいな。飲み物ではないね、確かに飲み物っぽい感じで。あ、お味噌汁ねついてくるんだってね、すき家。これはでも好きだよーのことだからね。中尾は京都風なんだ、全然分からなかった。そう、10時に配信切れちゃうけどさ、皆さんとお別れしたくないなーなんて。そう、明日前座楽しんでね、そして公演も楽しんでください。寂しいよ、一人でも牛丼屋さん。でも一人で行くスペースもあるよね、確か。メール待っててください、お休み前にメールを。そう、心からの声だからね、本当に。なんだろう、明日もうちょっと早く配信始めようかななんて思います。メールもチャットも返信嬉しい、待ってて、メール待ってるね、ありがとう、待っててください。どうだろう、わからないけど。でも一人〇〇は、一人カラオケはできます。フライング、フライング、明日もうちょっと早い時間にしようかなって思ってるし、しかもフライングもしようかなって思ってます。メール多いの嬉しい、ありがとうね。メール、コンサート期間全然遅れてなかったから、劇場から帰宅したくらいに。了解。何時頃終わるんだ、8時ぐらいには終わってる。フライングのフライングもある、あるかも、分かんない。明日の自分に、早い時間、全然明日は朝じゃないです。明日公演じゃないから、あの早い時間でもないんだけれども。あ、そう、私ヤフーニュースのリアルタイムからずっと皆さんのこと見てるから。休日だから8時に終わってる、本当？じゃあ8時半頃かなって思います。よろしくね、また見に来てください。あと3分でした。仕事終わったら配信待機してる、嬉しい。そう、嬉しい、ありがとね。そう、お砂糖募集中、違う、ごめん、間違えた。
お砂糖募集中でもあるんですけれども、お砂糖会議中でぜひ見てるのでね。この間の公演の時朝、そうだよそうだよ、公演の時朝するって言ったのに、そうスタッフさんに連絡忘れちゃって朝できなくてですね。あ、見たよ、しずさんのこれのやつ見ました。佐藤会議中で見てるからね。仕事終わりまた配信見に来てね、待ってますよ。あと2分だ。あ、そうだ、私はオムライスを作るんだ。私はオムライスを作る使命にあるんだ。そう、フォロワーさんも1600人目指してるので、ぜひ右上のハートをピンクにしてください。本当に私なんか親指だけめっちゃ曲がるんだよね、しかもこっち。これから作るそうなんだよ、ほぼ夜食みたいな感じだよね。あ、フォローありがとうね、嬉しい。ムライスの写真もピンクにしました、嬉しい。卵しっかり焼くからきつね色なんだけどさ、あのあとここもめっちゃ曲がる。よく噛んでね、ありがとうね。そう、卵固い分ね、柔らかめで作ってみようかな。でも美味しそうだなって今思いました。あのトロトロのオムライス、半熟オムライス。写真待ってるよ、待ってて。でもチャットはもう高校生だからさ、載せられないので、メールで載せられたらと思います。指すごいちょっと気持ち悪いよね。そう、これでさ、じゃんけんポーンでさ、これこうなっちゃってちょっと引かれたことはあります。だからチョキはあんまり出さないでグーばっか出してた記憶もあります。そう、今めっちゃ早口だ。ありがとう、おやすみね。ありがとうね、配信ありがとう。こちらこそ、おやすみなさい。おやすみだよ。でもこれからメール送るかもなので、明日の朝にでもご確認を。でも朝も手の内がバレるぞそうなんだよ。でも私、今の私はグーチョキパー全部出せるので、また明日ね、またね、おやすみ、バイバイ。明日またね、8時半ぐらいから配信します。本当におやすみ。